牛尾常太郎から1919 19年6月20日は、明治から大正期の日本の司法官。慶応元年11月30日、島根県において、牛尾房太郎の長男として生まれる。明治18年7月、松江市審裁判所浜田市長に、雇いとして奉職当時の浜田市長には、若き日の島村法月も、給仕として奉職していた。常太郎は、その後、 苦学して、判事登用試験に合格し、明治20年、判事に任官。東京地方裁判所、東京構訴院に在勤。東京地裁の上席判事を10年務め、予診判事として、シーメンス事件や、高徳周水らの大逆事件といった著名な事件を担当した。大正8年6月20日、大臣院検事に任じられたが、翌21日死去した。 去年55、予診判事中の第一人者と評されたという。AB、日本近現代人物履歴辞典82ページ。現代人命辞典、う21ページ。第二本人命辞書上官351ページ。コイ管理としての身分は持たない。AB、宝月島村滝太郎論482ページ。明治21年11月、9時から雇いへと昇格。 方月島村滝太郎論482ページ、第日本人明治書上巻351ページ、ABCD、第日本人明治書上巻351ページ、東京日日新聞大正3年4月26日、予診決定書、シーメンスシッケルと電気会社の贈愛事件その1、神戸大学図書館新聞記事文庫、石川拓木、 日本無政府主義者陰謀事件経過及び不帯現象から青空文庫。ありがとうございます。